根っからのポジティブちゃうんです。できてきたから作られたポジティブ。あーなるほど。エランさんから見て僕のなんか長所というか最大限の努力を怠ってると、なぜ長所を一個も言えんかっていうと、長所で言うと今聞くからもうそろそろできないことに気づいた方がいい。三原さんから見て、僕の長所の短所とか、あると思う。無言スペース。直したらね。直したらええっていうほど、おこがましいことはないんだけど、まあ、一つ言うと、何者になりたいかが見えない。わかる？わかります。ということは応援し方がわからない。だから掲げてほしいな。ほんまに信念があるわ。あの40になって思うことなんて、人を動かすのは人の熱なんだよ、やっぱり。で、映画とかの専門家とかで見れて、でそんでもないゴールデンさ、何億を見るかでも、ここまでしか見れないのに、生の舞台がさ、チケット高いのにさ、人気でいいの。何かってさ、熱が見えるんだよ。その場所でその声を発しているの。これに人はお金を払えるっていうことを考えると、人を動かすのは熱で。その熱は、画面上通しても遠くに行くから伝わる熱っていうのは並々ならエネルギー。いや正直これ通したらもうほんま画面通すと出るエネルギーで還元する。まあだからそうだね、やっぱユーマの一つもしかしたら短所かもしれない。あの感覚で生きてこれた人間なんだろうなって思ってたし、うまくどうせ行くんですよ。でもそんなさ根っからのポジティブちゃうんですよ。いや作られたわけじゃないよ、作られたわけじゃないけど、なんとなくできてきたから、できてきたから作られたポジティブなんですよ。なるほど。わかる？努力したから勝ち取ったポジティブな話に。そうですね。できてきたっていうことは、人よりも秀でている、劣っていないっていう、おごりから生まれたポジティブだから。なるほど。もちろん努力は何かしてるんだ。でも、俺からしたら、圧倒的な努力は見えない。違いますけど、で、いや、さっき言ったように、ちょっとした頼り癖が見える。それが短所かもしれない。現状の現実をめちゃくちゃ目の当たりにして、めちゃくちゃ危機感感じたら、行動が変わるかもしれない。だからそうやね、やっぱり、ユーマ、何になりたいかをしっかりみんなに伝えてくれる。どんだけどうやってついてきてほしいのか、どうやってやっていきたいのか、どう応援したらいいのかっていう説明書もあることです。やりたいこととかしたいこととかが結構いろいろあって、でもだからなんか僕はもうなんかずっとそれこそ影響力を持てば何やってもなんかついてきてくれるって思ったら、なんかそこをざっくり目指してた。じゃあ聞くわ。ユーマが他の誰にも負けないことか。どうぞ。でもだから動じないことというか緊張しないとか、そこは負けない。どこで行かせますか。それもステージですよ、舞台から。緊張しない、動じないっていうことが強気で、でもこれって自分自身の話やから
人に対しての影響力の話じゃない。なるほど。与えてない。舞台上で緊張しても緊張しなくても実はいいのよ。お客さんが喜べばいいから。なんだったら緊張しまくってる人見て可愛いっつって喜ぶお客さんもいる。緊張しないことは長所ね。長所ではあるけども、あの人に影響力を与えるプラスではない。なるほど。だからそれを何が作らないか。で俺ももちろんさ、あの考え自体はあんま一緒やと思う。影響力持ってりゃ何でも使える。で本当に好きなものが全て仕事になる。間違いなく。だから自分の影響力を通さないようにって自分は考える。でもめっちゃ売れたくないねん。おぉ、そうなんですか。むっち、全然、めっちゃ売れそうなことに何回も止まってた。逆に楽しく生きたいから。わかる。その全く何の仕事もなかった時はブレイクを望んでたし、それはもう売れることを望んでた。超スターになりたいと思ってたけど、夜出てから感じたのは生きづらいな。どこ行ってもやっぱ注目される。嬉しいよ。嬉しいけど嬉しいのは結構ね、1、2年最初だけ。あとは悪いこといっぱい言われるし、で、あれもしない悪いこといっぱい言われるわけ、注目されると。で、俺はもうそこから2位になろうっていう意識。1位は、世の中が感じる1位ってさ、2位になった瞬間、あ、落ちたって思うやんか。だからさ、感覚的には50位ぐらいまで落ちた空気が出るわけ。1位が2位の瞬間、あ、もう終わりやこいつって言うのって、ほんと50位ぐらいまでノンストップで落ちてるんです。でも3位が2位になっても誰も気づかない。2位が3位になっても誰も気づかない。1位だけが注目される。だから一発やと思います。なるほど。この考え方ね。だから俺は平均的にできて、そんなにポイント落とさない。で、スターになる素質だよね。で、そもそも素質、その、備わっていない。じゃあ、2位をちゃんとキープしようっていう。わー、なるほど。いろんな場所で。へー。だから、熱狂的なファンもそこまでおらんし。あー。やけども、必要なところでちゃんと使われるという万能人間になろうっていうことを目指して。なんだかんだ影響力がキープできて、あの強みがあるところは絶対に負けへんから、自分がここは勝負しに行くっていうところはもう本気で勝ちに行く。いろんなことをまんべんなくやってるように見せて、自分で言うと細かすぎて伝わらないものの選手権と、モノマネ王の決定戦、ここだけは本気でモノマネ芸人全芸人に勝ちに行ってるから。だからモノマネ芸人からしたらめっちゃめんどくさいと思う。モノマネ芸人ってモノマネだけをスーッと四六時中やってる人からしたら、そんなやつをパッと言ってさ、負けたふざけんなよって。でもそういう人らにふざけんなよって思わせたら俺の勝ちやなと。そういう場所は絶対自分が確保してる。それが影響力の一つ。いろんなことやってたら全部注目されてないから、あの器用貧乏ってやつやな、俗に言う。いろんなことできるように見えて、ほんまちっちゃい村でそれできてっても、街に出たら誰も知らないっていう。だから突破口を一個作らなかった。なるほど。俺全部70点でやって、はい、70点言ったらどの界隈行っても上位を取れるわけから、いやすげえな。でも1位じゃない。1個1位取るの、1個90点取らない。その90点をどこに作るかって、その意味は俺はモノマネ。モノマネなんすね。モノマネを突破口にいろんなものがちょっとずつ輝いてました。だから1個突破口は作らないというのを取ってる。全部70点でいいんだけど、うん、1個だけ90点も取りに行ける素材はどこにある。それで今悩んでるんですよね。それで悩んでる。
なんで大きなざっくりした目標あるけどもなんなんやろっていう、それをさっとこだられたから見てる人はバイキンだよ。エランさんから見て僕のなんか長所というか、ここは伸ばしていった方がいいんじゃないとかあります。人当たりはいいと、だからそうだな、誰とでも絡めるし、ただ俺もさ、めっちゃ芸人の方でめっちゃ痛いって思った、表現の仕方が説明無理な、あんな例えば陽キャのプリンスっていう名打ち方をしたやんか、これが行動的には痛い行動だよ、ね、でも突き抜けちゃえば認めざるを得ない、これが突き抜けなかったら痛い。あ、なるほど。まあ言った通り、俺完璧エンターテイナー、誰も負けないんですって言っても一緒、これが世間をもうまとめさせて武道館でワンマンライブ成功させたら、もう誰も何も言うようになって、言いようがないわ。でもこれが200キャパ生まれへんかったら、ブーって上がるよ。正直今ユーマは陽キャのプリンスって言っちゃうと、あ、怖い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 っていうもん。プリンスがやプリンスの方がやる、ね、ただ単に底抜けに上がるやつやりたいね。プリンスが怖い。なるほどね。そうだから、その昔呼ばれてたかな、プリンスって。そうは時代サヌキのプリンスって呼ばれてたんですよ。サヌプリ、誰にもうなファンクラブだ。あ、そう。ガガで何してた？ガガで普通に、もう普通に声をしました。テニスやって、まあ、テニスある程度ちょっと結構残してて、だからもう目立つこと、学校とかでも全部やろうと思って。あ、じゃあもうちょっとそれでちょっと人気があって、ファンクラブがあって、あ、なるほどね。はい。で、なんかインパクトあるな。なるほどな。そうそうそう。それで、こうインパクトがあって、プリンスつけた。はい。なるほど。まあでもこれな、芸人あるあるんだけど、周りから言われるのはいいけど、自分で言っちゃうとダメみたいな感じ。なるほどね。ほんまは自分は否定した方がいい。やめてくださいやめてくださいって言ってるけど、周りからプリンスプリンスって言われるのが一番よくて、自分でプリンスって言っちゃうとめっちゃやばい。なるほど。これちょっとしたエピソードがあって、昔陣内智則さんがまだ若手の頃に結構大阪でバーって人気出たんです。あの人めっちゃ身が悪くて、友達がみんな集まった時にカレー作って、ご飯に1個ずつこうカレーが入れて、目悪すぎてこうぼやっとしか見えてるから、こうやってかけていたら、最後ファミコン置いたんだけど、ファミコン白いから、そこにカレーかけてもらったっていう話があるやばすぎるやろ、天然エグいなみたいな話が結構ケンコバさんとか同期のカムケンさんとかの話をしてて、こいつねファミコンにカレーかけたんですよ。めっちゃ鉄板エピソードやってんけど、陣内さんがダウンタウンデラックス出た時にディレクターさんにその話してくださいって言われた。で、陣内さん、いや、あれ僕は自分でするのは違うと思うんですって言い張ったんだけど、いや、できたら、で、下側のしゃあないから若手やし、で、その話をした。だから、大丈夫の中でこの間大阪で人気っていう陣内ってやつがダウンタウンデラックス行ったんだけど、自分で天然エピソードを青春の悩みだよ。そうなんですよ。あれは前から言うて、いや違うんですよ違うんですよって言うのが正解。自分で僕こんなんやってもうたんですよ、かけてもうたんですよ、ファミコンにって言うのって、ほんま実力だなみたいなことを言って、結構大変な、結構でかい事件。やそくに俺はそれ聞いてるんだから、自分で言っちゃうのはダメなんだ。なるほどなるほどなるほどね。見え方が変わるんだよ。で、プリンスを突き通したいんだよ。あー、はいはいはい。あと、お前がめちゃくちゃアホやったのよ。すぐしたわけだ。あ、ハイボール。ユーマがめっちゃアホやったな。
アホやからそれ言ってまいりましたみたいなんで言うのよ。そこそこできちゃうから、そんなすぐ悪いじゃん。それを潰してくれるんですよ、おらんから。本当に言うと、めっちゃコントローラーが続けるユーマをボコボコにしてくれるやつがおるんですよ。それに無理だってユーマが歌を見てるのが俺は面白いな。なるほど。でもユーマがプライドがあって、そのプライドを崩せなくて本気でバトってたら俺は面白いと思う。いや、自分の満足度は低いね。腹立つもんね。でもいや、だから言った通り潤ってきたんだなって思う人っていうのはそこだよ。どっかにできるかあります、自分の。そうですね。でまたできるって多分絶対あります。失礼やけど、ある程度できるって思われてる俺が全く自分のことをできないから努力したって言ってるやん。もうそろそろできないことに気づいた方がいい。結果が出てないからそれ。あとお前はできんねん、ほんとよ。できる人やのに最大限の努力を怠ってると思う。人生ってさ、 100m 走やで、ね、死ぬのは100歳で、100m 走やでスタート地点でみんな並ぶ。生まれるとこがスタート地点。その時点でさ、不公平なもんで、男前のやつとか金持ちのやつとか家が裕福になる。で逆にマイナスのこともあるやん。でこのスタート時点がみんな違うねん。あ、じゃあ俺イケメンのやつ、一歩前に出てください、両親の人一歩下がってください、貧乏な人、二歩下がってください、で、逆に4歩下がってください、はい、用意スタートって始めた。スタート地点全然違うから、小学校ぐらいのタイミングでは、みんながいつだっけ、いろんなもの買ってもらえたりして、そう、顔もかっこいいし、受け止めないんですよ。その後ろにおるやつがさ、死ぬほどだから努力するんだよ。だからどっかのタイミングで抜くタイミングって分かるから、これはその抜いていったやつだから。でも、ユーマは割と前からスタートしてるやつだったような気がする。でも言った通り、イチローさん、大谷翔平さんみたいな前からスタートしてるやつ、さらにとんでもない差つけてるやつだった。いや、あの人が何を原動力にそうだったか俺は分からへんけど、でもユーマは素質はあんだから、多分目標設定して何かを決めきって、人をつける術はあるはずだ、ね、やるべきだと思う。で、俺が今なぜこんなに話してたのか、そのユーマに質問されたの、長所ってどこですかって言ったの。俺はなぜ長所を一個も言えへんかっていうと、長所言うと負けるから。いや確かそうっすね。もうなんかそこを伸ばせばいいみたいな。なるほど。長所をちゃんとちゃんと自分の中で消化するけど、短所はなんとかなるやろうっていうところが若干ある気がするな。人を動かすのは熱と努力やけど、で逆に言うと人にちょっと距離を置かれるのがおごりなんです。なるほど。俺はおごりおごりで生きてきたタランチです。すぐ調子乗るし。でも本当に鼻っ柱を折られたのが何回かあって、その度になんとなく変わってきたのが今の時点に繋がってるかなって自分では思ってた。で、まあまあ全然完成してないよ。まあ全然やっぱりやばいところがいっぱい残ってるけど、でも、まあ、少なからず20前半の時よりはマシになってるのかなっていう自信はある。まあ、それは仕事のようであったりとか、人とも付き合いから。いや、ユーマはなんか、何かを掴めばボーンと変わる気がするんだけど、でも30はまあ、なんだろうな、まだ余裕があるんだよ。あ、ほんまですか。結構やばいかなって思ってます。結構やばいかなって思ってます。でも、本気でやばかったら、何か行動が変わると思って、でも自分での方も変わってると思うね。
そうですね、ちょっと20代の時よりは、うん、それでいいと思うし、めっちゃその方がいい。本気の心からやっべマジでやろうなっていうテスト前日に1問も解いてないっていう状況が作られた方がいい。本当に達成したい目標をちゃんと持ってる。あ、でもざっくりなんですね。なんでざっくりなんですか。ざっくりやれんだろ。そもそもエンジンがでかいのよ。ざっくりやれるぐらいのエンジン持ってるのよ。勝てるもん。そもそも何やってるの。ダーツミなのよ、これが。さあ、途時点からちょっと前に乗るやつはどっかで、ね。なるほどね。だから最近そのなんか本気の出し方というか、一生懸命のやり方が結構わかんなくなってきた。だって30までそこそれに行くかどうしようもないけど、わからんもん。そうだよな。私ね、ミラフィちゃんはプライドかもしれないね。それはでかいかもしれない。めちゃくちゃあると思う。でもそのプライドは何で作られてるのかさ、優遇された人生で作られてるの。やっぱりね、好感度を上げてさ、から一個上に行こうと思ったら相当なんかでかい信念があるよね。ほんまに心から思ったら、完全に叶うかはどうか分からへんけど、近づけるの、絶対目標を決め切って、それを全部標準をバーンスナップして、そこに行ってる時間の大半を突き込むと。で、ハングリーっていう言葉あるけど、やっぱり俺もそうやけど、お金なかった時は、お前時間使って一番頑張ってたから、達成しないと生きていけないから。余裕ができるとなやっぱり、やっぱり努力しないの。そこそこできると死ぬほど努力しなきゃいけない状況じゃありえないから、だから結果、ふわふわ続く。これが器用貧乏、突き抜けない。生きていけんの、うん、なんとかなってき、なんとかなっちゃうから。それを踏み立たずでもっと上に伸びていくのはやっぱ難しいよ、こう考えたら。相当な信念がないから、うん、その信念をどこに置くかと、自分がどうなっていくかっていうのをこうざっくりやと言ってたけど、でもほんまに叶えたいんやったら、言葉も叶えたいでしょとか言って思ってるより自分って賢くないから。だからマジで書き記さないと忘れちゃう。次の日やることを本気だって全部書いてたもん。次の日の仕事は決まってるやん。仕事は決まってるから仕事の時間を空けて、その合間の時間をどう過ごすか。30分空きです、ちょっと30分待ちですって言ったのに、ずっとこうやって携帯電話やってたら死んでた。お、30分ある、あ、じゃあこれどう、これどう、これ、これやろうって作るってやっぱり。で、収録やりました、収録終わりました、30分待ちました。あ、30分前は8分待ってた、死んでたから。お前ってやっぱ明日やるやつできるやん。あ、それはさ、整理してないと無理やから。そうですね、それは全部書き記しとかないと。じゃあこう、俺2時に寝るよって言ったら1時寝れるやん。ラッキーして勝てるっていう努力をしないと、やっぱ勝てない。なるほどね。濃い話してんな。いやー、ほんまに、いや、ありがたいっすね、マジで。めちゃくちゃためになってる。ほんま？はい。いや、めちゃくちゃ本当に、ね、なんか最近だから、もう自分が甘えすぎてて、もうざっくりやし、何やりたいかも分かってないし。どうしたらいいんやみたいな。ユーマの師匠みたいなことは、でもあんまり別に、そうですね、いないかもしれない。でも親父が僕体操で世界3位なんですよ。すごいやん、はい、だからなんか俺その息子なのにみたいなのやっぱどっかでやったんで、まあ、テニスとかやってるんですけど、まあ、関東で優勝とかしたんですけど、でも嘘書いてたんで。
どっかでこう、親父が師匠じゃないですけど、もう勝ちたい、追いつきたい、追いつきたい、そういうのあるんかなって。今でも、前言ったら、ハリー・ポッターのオーディションにやって入ってるわけよ。で、別に舞台俳優をずっと目指してるわけじゃないです。影響力のところはとりあえず、そうですね。そこも結構だから、時によって変わってくるし。ああそう、死のブレブレじゃないですけど、最初はミュージカルやりたい。賢いですけど、なんかそうでもないなみたいな。なんかブレブレで、やってたらそう、嫌なところもあるし、ボルブってやるのもいいじゃないですか。でもやっぱりこう大きな舞台とかも年一本二本はちゃんと決まるし。まあ、不自由じゃないですけど、なんか売れるみたいなとこ見れるぐらいの位置にはずっともうあったりするみたいな。だからその師匠とかこの人は尊敬するかなって人も特にいない。今日男も別にそこまででかくない。そうですね、なんかもうざっくり。いや、いい時期かもしれないな。30はめっちゃいいかもね。今から全然頑張りは追いつけるよ。あ、マジですか。だって気質あるんだもん、そもそも。だって買ってきた人間だから。だから言った通り、負けてきたやつは努力しないと勝てないんだ。時間めちゃくちゃ使ったから。なんとか、潤ってるやつに勝とうと頑張るんだよ。でも、買ってきたやつは、そもそものスタート地点前におるから、努力すればもっと前にいるんだよ。言ってみれば、後ろに乗るやつと同じ努力をすれば、同じスピードで差を縮められることなく走れるわけですよ。でも、戦うべき相手は何かって言ったら、タイマンです。タイマン、もう、怠け。ああ。潤ってるやつの戦う相手は何かって言ったら、自分自身と怠け癖。もう俺が言えることになります。頑張ればいいんですよ。いや、そうですよね。一個で、例えばプラットフォーム一個でいいよ。ツイッターのほうかインスタのほうか、ティックトックとか、TikTok だったら TikTok でフォロワー数何人だろう、いいな、何個だろう、それでいいんですよね。まずはあんなのほぼ運やから。なんでこれこんなに伸びていけないんだろう。いっぱいあるから。何やんの。それは悩んでるか、なんかそのはっきり自分で、もう優柔不断じゃないですけど、なんかなんていうんですかね、これに攻められたらもうちょっと気に入る。なんて言うてるか。いや、そこがあるんですよ。いや、でもそれは本当結構自分でも感じてて、あ、なんか自分って結局なんかなんとなくで、なんか結局その崩れっていうのもないんやなみたいな。ない。でも言い方すれば、何かに決めきらへんっていうのは、何でもできるから決めきらへん。これしかできないと思ったらそこで走んだよ。芸人でもさ、ギャグしかできんやつはギャグばっかりやるのよ。考えしかできんやつはモノマネずっとやるのよ。それはさ、それしかないから。俺には漫才できる構成力もないし、ツッコミもうまいことないし、本もでかくないしとか、結果削った結果さ、それしかなかったら走れんだけど、俺何でもあるから決めきらへん。そういうやつの、まあ、何かって言ったら、その中で強み、今まで褒められたことがある、今までみんなに注目されたことがある、今までこれは買ったことがあることを一個決めて極める。それが先月かもしれない。言った通り、全部満面なくいただくから、清瓶のままは終わるし、そういうやつは、東京の中に取ったら、もう入って捨てるほど、ありますよ。なるほど。で、今は正直、ちょっとずつとか若さっていう武器をどんどん削られていったので、そうですね、今ではかっこいい、若い、いろいろできるっていうのがありました。で、これで大成功を収めることになりました。の間に若さっていう武器がどんどん削られていったその時に、何の新しい武器として入るっていうっていうことを考えて、もうほんまに仕事多い。もうここで俺は絶対に目指す。ここでもう何々ならぬ役をつける。へこんでるやん。やばいやん。
ぱやばいってほんまに思った方がいいよ。もうギリやぞ。いやそうですよね。あと誰も言えへんやろうから言うけど、なんとなくでも生きていけるから、なんとなく生きていけてんだとかだときにほんまにやばいって思うセンサーを持っとく。でも、ケンスキーの話は、あの、真面目なケンちゃん、それはいいんじゃないやんとか言って、これ食べよう。通りですね。難しいですね、なかなか。うん。いや、マジで、頑張らないといけないね。いいねー。これすぎだろ。書いてきたんですよ、いろいろ聞きたいこととか言うて聞きたいこととか聞いてないよ。いやでも、いやでもなんかそれ以前の問題やな、みたいな。いや、ええよ、ええよ、言うとこ言うとこ書いてきた時点で、すごいいいことやから、うん、本当書いてきたことはどれだけ、名前は覚えないけど、こっち言うけど、でも、ね、言うてやる、若手時代単独売ってたとか、単独どうしてましたかとか。あー、いいよ、そういう話いいね、一発目の単独ライブ、一発目の負けの時の単独は、はい、25歳の時で、はい、R1 グランプリの出る前やったんですが、本当に若手の中でちょっと有望感みたいなやつが単独出してもらえるって言って、で夏の若手単独祭りっていう祭りがあって、で夏休みで、ね、学生さんも来るやん。だから、若手20組ぐらいかなが、もう、バーって、プライベートで、いろんなことやるわけ。で、まあ、人気もんはさ、でかい箱でやるし、で人気のやつはちっちゃい箱で、それも一番ちっちゃい箱の100人キャパぐらいだと。まあ、言うたら、それも埋まるかどうか分からへんって思われてるわけや。で、人気もんは300キャパぐらいだから。やっぱさ、もう、いくつか、同じ日に、転売スカウトスタート。はいはい、誰が売れてる、誰が売れてるって一気に出ることだよ。いっぱいあるんだから、自分自身でチェックして、自分はどれぐらい売れてるか。あれ、ただの100キャパですよ。マックでも100だから、初日に、売れるとこで売れてるとか、全部チェックになってる。はぁ、全部自分で買ってたよ、ゲームした。でもデータとしては、初日に完売したっていうデータが優勝だったから、グラフとしては、手から完売が出るわけじゃあ、絶対次の方に出してもらえる。そう、まあ、ずるいって思うかもしれないけど、いやその時点では正直吉本興業という会社はチケットが売れてくれるやん、売れる芸人が欲しい。要は手売り商売は全然関係ない、券売はちゃんとできる人間が欲しい。だからそれをやる。それは結局最終的には全部かけきった。もちろんもちろん、全然おもろなくても何かに向かって頑張ってるっていう熱が見えたから、何か元気もらったなっても結構納得する人が多くて、全然思ったかったクソなんだよな、2000円捨ててもうたやんけみたいな人もおってもいいねんけど、そんなやつも多分2000円払うしごめんなさい。それを最初に感じたっていう、だからそこに至るまでにどんだけ時間かけて、どんだけ努力して、どんだけ私たちのことを考えてくれたかっていうことをお客さんは多分望んでいて、それが一発の感覚だと思うんだよ。めっちゃガスみたいな。いやだからそのなんか自分のこととか、僕がなんか売れてっていうか、結構人が見てくれるようになってから言うもんやみたいなスタイルして、あんまりこう自分の泥臭いのかな、乗せるのが結構かっこ悪いしな。トークショーの時に、まあ、今までの過去のことをやった時にすごい評判が良くて、こんな感じの人なんやみたいな感じになって、言っていくべきものなのかみたいな。これに関して言うと、言いたくないんやったら言わなくて、まあでも俺から見たら知名度がないのにっていうより、かっこいいやつでいたから、
いろんな、だからもうそれ言ってる時じゃないかもしれない。でそれを何に思ったかというと、 AKB がさデビューした時に何に行けるアイドルっていうコンセプト、はいはい、マインちゃんがまだライブやってる、いつでもやる、握手会週末の毎週やってる、いつでもやる、いつでも握手できる、いらないことで撮る、当時思った、こんな芸能人ちゃうやん、芸能人触れなくて遠すぎて存在するかどうか定かだから撮れる芸能人会いに行けるの、こんなキャバ嬢やん、何もかけない思ってて、それがさ、とんでもない人気だったね。すごい。会いに行けてたやつが、会いに行けない人になっていって。あ、こんな事例今見たことない。で、大スターになっても、まだ会いに行けるんだ。顔が好きだと思う。一人一人ちょっと優しく対応して、一人一人ちゃんと大事にしてた。いや、顔じゃない、柏木由紀ちゃん、それで神対応、神対応、結局人を大事にした人が、でも人気だよ、すごい人気だよ、まだね、でこれ脳神さん生きてても旦那の一般人やね、旦那に周りにもてはやされただけの一般人、俺はちょっと今までそこまでちょっと軽く黒さんの間にメガネかけたりしてちょっと変装したりして、そうじゃないわ、だいたい気づかれたいのに変装して、はいはい、で、なんかみたいな言ってたけど、俺もう一気に変わったね、へぇ、変装も全くせずに、いや、そうですよね、全然声が出たら、あらんすしてくれてるんですか、うわ、嬉しいっすみたいな、だからかっこいい芸能人になりたいという幻想が全くなくなった、それ捨てよ、それ捨てよ、うんうん、そうですね、捨てます、あの今の魔法に泥臭いと思うから、いや、もう持ってると、あのマイナスが多い方が共感する人間はついてくる、例えばこんなネガティブなのもあるんですよ、でも俺ポジティブな料理こんだけやってきたんですよって同じこと思ってる人、一緒に頑張りませんかって言う方が結構ついてくるよ、あ、共感の方が寄り添いやすくなる、まあ、だから今言えることは、ユーモが少佐があるんであれば見せなくていい、何も見せなくていい、少佐あるんであれば全然ないっすね、本気で少佐ないってことやったらすんませんみたいな、こう思って言ったんですけど、よく行かなかったんで、でもこうなりたいんで、誰か応援してくれませんかっつって走る方が、 AKB が秋葉原のちっちゃい劇場から東京ドーム行けたみたいなサクセスするのが生まれると、なるほど、泥臭くもっとなんかプライドとかもあったけどとかいいのかなみたいな、まあでもプライド崩せないんだったらしょうがないし、こうやった方がいいのかなで、プライド崩してるふりすんねやったら、やる方がいいやつ。あバレてるな、結局だ、そうか。なるほど。信念がないんやったら、実は何も変わらないわ、実は。こうした方がいいんだったらやろうっていうのは、実は全然間違ってるって、バレるから。そうか、確かに。心の底からこうだなって思わないと難しくて、まあ本当に思った道に進んでるから、うん、全部、うん、調子乗り上げたもんね、こうした方がいいよを全部聞くんやろな、芯がどんどんなるから、あ、いやもう極端な話で言うと、先輩にアドバイスされて、俺が例えばこうした方がいいんじゃないって言ったら、いや、さん分かってないんですよぐらいの感じで、うん、俺こう思ってるんですよ、ここ行ってるんですよ、俺ここ行ってたから、矢原さんの考え方は、矢原さんは成功したことなんですけど、俺はこっち行って、これで成功したんで、っていう方が気持ちいい。そうか。あ、一回やってみるみたいな。
いいやん、自分でそれ持ってんだったらめっちゃいいやん、うん、俺は成功する可能性低いと思うけど言えへんで、それは、うん、でも、それで成功したらなかなかないパイオニアやから、なるほど、いいやん、そんで自信持ってんのめっちゃかっこいいよってそれ言っちゃう、一番やばいのは揺らされまくってとりあえずこっちって言われることはこっちなんだと思って、今めちゃめちゃそれなんですよね、むずいな、むずいです、何にでもいいから努力してたけど、努力、うん、何にでも、なんかその若い頃それこそ売れてない時とか、なんか夢とか野望とか、そんなのどういう感じで思ってたんですか？俺はお笑い目指したのは小学3年生やけど、うん、小3で早いよね、早い、めっちゃ早いです、大阪のローカル番組で若手芸人さんがみんなでこのユニットコントとか大喜利とかやってるの見てめっちゃ楽しそうやなと思ったの、その人東京出てるケンコバさんとかサバンナさんとか、まあ、もっかむけんさんとかジュニアさんとか、もうみんなオールスターが二十歳ぐらいで、俺は小学3年生やってるんじゃけど、毎日この人らがおったらどんだけ楽しいんやろって、だから大阪のローカル若手芸人になりたかった、へえ、だからめっちゃモテたいとかお金持ちたいとか有名になりたい関係なく、ただ楽しい人と一緒におりたいっていうモチベーションでスタートした。で、高校卒業して吉本の NSC って学校に入って1年で卒業して、で、結構同期の中で出世感があって、すぐ劇場の学園に入れたわけ、だから先輩も知ってくれて、要はちっちゃい頃から見てたレジェンドたちがすぐ仲間になったんだよ、なんかさ、もうモチベーション消えるわけよ、だって向こうの出せじゃあそっから1年ぐらいは惰性でやってたけど、自分で惰性でやってるなって分かったの、おこれなんで今芸人やってるんだろうって、で、改めて目標設定しようと思ったのに、大阪人ってさ、みんなめっちゃ自慢しいやん、うん、自慢したい、うんうんうん、で、あテレビ出てる江原っておるやろ、あいつ俺の友達やねんって、うん、自分の友達がみんな言えるぐらい有名になりたいと思ったって思って、東京行ってピン芸人になろう、全国ネットの番組で、うん、そこまで大阪ローカルでずっとやると思ったけど、うん、全国ネットの出ようと思ったのはそれ、へえ、だからそれが目標やから、うん、劇場でポンポンポンですもう異例の出世スピードでパンパンパンで上がっていって、うん、そこで満足ができへんかったのはテレビ目指してるから、うん、その劇場で上に行くのどうでもいいんだよ、周りからすげえすげえ言われるけど、いや、こんなにすごいっていうレベルじゃないから、もっと上目指してるからっていう意識でやってた、決めたらもう次の日だから、もう集中力はいる、絶対達成するまでやるんですけど、何の質問やったっけ、ごめん多分もうユーマはもっと上の人ともっと喋るべきやな、下見たら果てしないけど上見ても果てしないから、俺が実質的に危機感を感じたのはどのタイミングだったか、テレビ出だしたタイミングだよ、何かとテレビ出てるなんて同期からしても同じ劇場の芸人からしても正直すごいことなんだよ、だもう天皇なんよ、もうそこで言うと、いやそうですね、もう神と崇められるような人間なんだけど、テレビ出だしたら自分より上が山ほどいるの大スターだ、今の自分の努力量では到底追いつけないほど努力してるの、みんなテレビ出た瞬間にあやべえ俺全然できてねえわ、だもっと上と触れるかもことかもしれない、ユーマでもムーンさんも俺も仲いいけど、このユーマを拒否するみたいなノリあるやん、ありますありますあります、であれは俺はやる、俺は思うんやね、このムーンさんの愛の愚痴というか、お前ががむしゃらに頑張ってるやつやった、ムーンさんはマジで手放しで応援する、でもちょっとおごりが見えんだよやっぱりやっぱまだ気づいてないね、ちょっと、なるほど、そうさ、どっかでやっぱな、できてきたやつ、潤ってきたやつ、買ってきたやつの空気があるんだって、
和田さん愛情深いなと思うのね、めっちゃ俺はモモさん大好きだから全部喋ってるけど、いいとこだけつまり、いや、つなげます、めちゃくちゃ撮ってるけど、いや、いらん、全然自分撮ってこれは出したくない、ほんまに出さなくていいから、ほんで、それを出さなかったからっつって、いや、あそこ出せみたいなやつ結構出さないなと思えへんからほんまにお前のプランニングをちゃんと守った方がいい、ほんで、俺は人としてのこと言ってるけど、そのやっぱ自分の思うブランディングであるから、俺も若手の時は特にやけど、いや、そんないじり方されたら俺のブランディング消えちゃうやんと思って、ふざけんなこいつって思ったこともあんのよ、めっちゃけで、テレビでそれを応援されて、いやね、こいつこんなこと言いやがってとかあんのよ、だから自分的に思っといていいところ、別にこれを一人にする必要はないっていうところはもう全部聞いて、あー、へー、いや、それに対してはもうそこはもう大事にしていい、あ、もう大事にしていい、お前のやり方や、なるほど、俺もあったから分かるわ、で、それが、あ、やらんかったよかったと思うこともありつつ、あんねんけど、でも、あ、ここのプライドは持っててよかったなのもあるわけよ、で、自分のブランディングって自分で決めるもんやから、で、こういう売れ方したい、例えばかっこいい芸能人の売れ方をしたいって思ってんのに、泥臭い方が絶対いいよって周りに言われて、泥臭い呼び方をした時にさ、自分の思ってる芸能人じゃなくなるわけやん、今日なんか濃いこと言ってんだよ、いや、めちゃくちゃ言ってくれてます、もうこれ全部すみません、めちゃくちゃ締めてます、いやいやいや、よし、行こう、行かなかったね、はい、どうすねんこれ、もうペロよって、すみません、本当に説教中みたいに嫌な先輩になるんだけど、いや、本当にありがとうございます、本当に、いや、もうでも本当に心から形になってほしいんだよ、これはただただいろんな意味で、いや、嬉しい、こんな言ってくださる方もいないじゃないですか、やっぱ本物になってくると、なんか、まあ、もう勝ち組やからね、やっぱな、勝ち組に言えるやつはおらんよ、いや、ムーさんとか、はい、俺もそうやけどさ、もう別に悪者であるかもしれないけど、はい、言うは言うっていうのはやっぱ愛情あるってことやから、その愛されてるのももちろんすごいことやし、ハリーポッターってすごいなと思うな、確かに、いろいろ考えたら、はい、ありがとうございます、いえ、どうもありました、いえいえ、ありがとうございます、行こう、行きましょう、はい、ソングライターって。